世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは食材を買う際、どこを見て購入を決めますか？色やサイズ、値段など人によって重視するところは様々だと思いますが、その食材の産地にこだわる方も少なからずいらっしゃいますよね。スーパーなどに行くと、海外産や国産はもちろん、地元の農家で採れたものなど、実に様々な場所から食材が運ばれていることがわかります。同じ食材であっても産地が違えば当然味も異なるそう。だからこそレストランなどで働くシェフたちは、自分の追い求める味にぴったり合う食材を日夜探し求めているのだとか。今回はイタリアで絶賛された日本の食材に関する話題と、このニュースを知った海外の人たちの反応をナビゲーターのリリーがご紹介いたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。イタリアで開催された料理イベントにて、日本のある食材が絶賛されていました。その食材とはお米。日本にはコシヒカリ、秋田小町、笹錦式など様々な銘柄があり、それぞれ味や食感の特徴が異なります。日本に住む私たちにとって、国産のお米はものすごく身近なものであり、毎日のように食べるからこそその美味しさも当たり前になっていますが、海外の方たちにとっては別格のようです。イタリアで開催された料理イベントでも、山形のお米が使われたところ、その美味しさから他国から来ていたシェフをもうならせたのだとか。イタリアでもパエリアやリゾットなどでお米をよく食べていると思うのですが、イタリアのお米と日本のお米とでは味が全く異なるそう。このイベントは地方テレビの企画で、世界中から料理人を呼んで、それぞれのイタリア料理を楽しむという催し。そこに山形から日本代表として参加したシェフがいました。そのシェフは山形の食材にこだわったイタリアンを作るのが売りで、そのイベントにも日本からたくさんの食材を持って行ったそう。立派なイベント会場は各国ごとにスペースが分かれていて、日本スペースはいかにもというほど和の雰囲気でまとめられていました。いざイベントが始まると、日本スペースにはいろいろな国の人たちが集まり大盛況。そして皆目をキラキラ輝かせて、日本産の食材をふんだんに使った料理に舌鼓しています。イベントの主催者も、日本のスペースが一番人気だよと話していました。日本スペースにはお客さんだけではなく、他国から料理人として来た人たちの姿も。どうやら食欲をそそるいい香りにつられてやってきたようです。フランスの若い見習いの方たちには、シェフがさっと作った焦がし醤油チャーハンが提供されます。これを一口食べるや否や、若い見習いシェフたちは目を見開き、ボーノボーノとチャーハンを口に運んでいました。山形の新ブランド米を食べたイタリアの三つ星シェフも、日本のお米を大絶賛。これはうまい、ぜひ私も使いたいよ、イタリアでも買える、どうしたら送ってくれると尋ねていたそう。ちなみに海外でも醤油や味噌を隠し味に使うことがあり、味も美味しいと概ね評判なのだとか。ただ日本のものを使ったら真のフレンチやイタリアンじゃないという人、そして料理は日々変化するものだからどこのものを使っても OK という人がおり、評価は分かれるそう。何はともあれ、日本の食材がイタリアでも評判がいいのはとても嬉しいことですね。日本人シェフがメインで振る舞っていたのはイタリア料理のはずですが、若いシェフたちにチャーハンを振る舞ったのは、日本のお米をより楽しんでもらいたかったからでしょうね。焦がし醤油チャーハンはさっと作れる上に、日本の醤油や米の美味しさがよくわかる料理。話を聞いているだけでも食欲がかきたてられます。今回の話に出てきたシェフたちのように、日本のお米に興味を持つ外国人は多いそう。また日本を含む様々な国のものを食べ比べ、どこのお米が美味しかったか熱く語る外国人も多いようです。では実際に外国人から寄せられた反応をご紹介しますので、皆様も何か意見がありましたら、ぜひコメント欄にてコメントください。海外の反応。
俺はコシヒカリの大ファンだよ。母国にも米はあるけど、とにかく日本米の食感の方が好きなんだ。世界中にはたくさんの米の種類があるけど、単粒米になると日本米がダントツだね。その通りだと思う。日本米の食感はいいよね。日本の炊飯器で炊くとより一層旨味が増すから、日本の米と炊飯器はセットで使うといいよ。私も日本米が好き。まあでも単なる個人的な好みだけどね。硬い米が好きな人もいれば、柔らかい米が好きな人もいる。味もさっぱり系とか甘い系とかいろいろあるから、絶対的なナンバーワンは存在しなそう。そうそう、多分その人がどんな米を好むかだと思う。中には東アジアの人たちに食べられてる湿った米を好む人もいるだろうし、インド人に食べられてるパサパサした米が好きな人もいるもんね。アジア、ヨーロッパ、アメリカで米を食べたことがあるよ。正直に言うと違いがわからない。何？違いがわからないだって？味覚が少し変なんじゃないかな。僕は中国、日本、インド、タイとアメリカで米を食べたよ。全部違う美味しさと匂い、見た目だよ。まあ人によって違うか。米の炊き方によっても違うだろうしね。前に日本の米を食べたことがあるよ。とても良かった。特に寿司との相性は最高だね。日本米は世界で最も質が良いって言っていいだろうね。世界で育てられてるのは生米、長粒、玄米、それか荒米。米が育った地域ごとに食べられてるのが一般的なんだ。これは料理によるかな。寿司なら日本の米が一番さ。だけどカレーならやっぱりジャスミン米だね。ジャスミン米っていうのはタイ産の長粒米。いろいろ食べて思ったけど、米は料理によって変えるべき存在なのかも。なかなか選べないわね。日本の米も好きだし、ジャスミン米も好き。それぞれの良さがあるわ。そういえばコシヒカリは今ではアメリカでも生産されてるのよ。日本の農家は世界で一番甘くて美味しい米を作っていると思う。寿司を作るには最高の米だよ。ただ血糖値を上昇させるグルカゴンが多いから、玄米ほど健康的ではないけどね。以上が海外の人たちの反応です。日本のお米は美味しいという声が上がっている一方、料理によってはお米の種類を変えた方がいいとの声も寄せられていましたね。どんな料理でも同じお米を合わせることが多い日本人にとって、新しくユニークな視点ではないでしょうか。私たちは日本のお米を食べ慣れているからこそ、どんな料理にでも合うと思ってしまいがちです。しかし、もしかすると、この料理にはこの米というように、お米の種類を変えてみると、新たな感動に出会えるのかもしれませんね。外国人からも注目されている日本のお米ですが、近年、国内におけるお米の消費量は減少傾向にあります。農林水産省のデータによると、米の一人当たりの年間消費量は、1962年度をピークに減少しているそう。具体的な数値を見ると、年間消費量がピークに達していた1962年度は 118kg の米を消費していたにもかかわらず、2018年度はその半分程度の 53.5kg にまで減少しています。また主食用米の全国ベースの需要量は一貫して減少傾向にあり、最近は人口減などを背景に年10万トン程度と減少幅が拡大しているんだとか。こうした背景には食の豊かさや現代の生活環境が関係しているそう。家庭における1世帯あたりの年間支出金額の推移を見ると、2012年に米の支出金額とパンの支出金額が同じくらいでしたが、それ以降はパンの支出金額が米の支出金額を上回っています。スーパーやコンビニで購入でき、さっと食べられるパンの方が時間に追われる現代人の生活に合っているからこその結果でしょう。それがいい悪いというつもりはありません。ただ寿司や牛丼などお米を使った料理をたまにでも食べて、農家の方が手塩にかけて育てた日本のお米の美味しさを味わう人が増えると嬉しいですね。日本のお米の品質の高さは海外でも評価されており、外国人のシェフをもうならせるほどです。
そんな美味しい日本のお米、ぜひ次に食べる時にはよく噛んで、お米が持つ豊かな甘みを楽しんでみてはいかがでしょうか。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。